皆さんこんにちはさです。皆さんは日本人の会話の中で「失礼します」という言葉を聞いたことはありますか失礼しますは相手に対する敬意とお邪魔をするという意味で使われています。この言葉は様々な場面で使われます。では実際に見ていきましょう。1つ目入退室の時。 部屋に入る前または出る直前に失礼しますと一言挨拶をしますコンコンコンどうぞはい失礼しますガチャはいお先に失礼しますガチャ2つ目電話を切るとき 電話を切る直前に一言失礼しますと言ってから電話を切りますピッ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 あ、もしもし明日10時に5人で予約したいんですけどはい、もしもし10時に5名様ですねかしこまりましたお名前お伺いしてもよろしいですかはい、策ですはい さく様、では明日10時にお待ちしてますはいよろしくお願いします失礼します3つ目椅子に座るとき面接の時なので席に着く際失礼しますと一言いしゃくしてから着席しますではこれから面接を始めますはいよろしくお願いしますはいどうぞおかけください はい、失礼します。はい、いかがでしたかここまで見てきてわかるように、失礼しますは非常に多くの場面で使われます。これを使うことにより、礼儀正しい印象を相手に与えることができます。日本で生活する上で、マナーや礼儀はとても大切なことです。 皆さんも場面に合わせてぜひ使ってみてくださいでは今日はこの辺で失礼しますバイバーイ